できるやつだ。あの三十キャップ、うん、見なかった。で今は純烈がね、火曜サプライズ。火曜サプライズ、うん、ね。一二三。俺が浅草だ。いやもう昔ね、デスケ劇団の青年、何青年座長だったの。青年。いやもうね、どうしようもない下手くそな。どうしようもない下手くそな。たけしさんの、ほらお友達。ね、いつもこの辺来たら芸人がタダで飯食わせてもらってたっていうね。今はだ、今はちゃんと撮るよ。今金取るの。これ、はい、この写真見て。はい、今日はね、歌唱師匠とね、歌唱師匠ね、今、あの、こう立ててきたところですからね。はい、いやー、いやーすごいねー。いやー、たけしさん、レッドカーペットのね、この、立役者、すごい、河野さんの、プロデュースの新しい、新しいギャグ。はい。新しいギャグ。はい、いやぁ。バカ野郎。バカいね。はい。はい、じゃあもう今度ね、金払ってなかなか、あの、来れないんだよ。高いから。ダメだよ。金、何それ、金持ってないやつは来ちゃダメ。昔は良かったんだね。いやいや、もう今、あのさ、時代が違う。付けは一切ダメ。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、感謝します。はい、なんか一言。ありがとう。昔はなかった。よろしく。この、立役者、すごい、河野さんのプロデュースの新しい、新しいギャグ。はい。新しいギャグ。ブルブルブルいやできるやつだ。あの三十キャップ見なかった。で今は純烈がね、火曜サプライズ。火曜サプライズ、うん、ね。一二三。俺が浅草だ。いやもう昔ね、歌唱師匠ね、今あのこう立ててきたところですからね。はい、いやいやすごいね。いやたけしさん、レッドカーペットのね、というかね、いつもこの辺来たら芸人がタダで飯食わせてもらってたっていうね。今はだ、ね、今はちゃんと撮るよ。今金撮るの。これ、はい、この写真見て。はい、今日はね、歌唱師匠とね、デスケ劇団の青年、何青年座長だったの。青年。いやもうね、どうしようもない下手くそな。河野さん、どうしようもない下手くそな。たけしさんの、ほら、お友達。